みなさん、こんにちは。広東語先生、ウィニーです。久しぶり。今日の授業は、広東語でよく使う動詞、紹介します。教えます。この動詞、の授業は今日、第3課です。他の5つ動詞紹介します。見てくれて、ありがとうございます。はい、第1は、勉強する。広東語で、ほ、ほ。我学緊日文。我学緊日文。So, 学緊、勉強しています。日本語を勉強しています。日本語を勉強している。我学緊日文。広東語を勉強してる。我学緊广东话。我学緊广东话。英語を勉強してる。我学緊英文。So, 広東語で、私は、よく使う。日本語、で、私はあまり、使わないね。でも、広東語で、我学緊勉強してる。広東語、广东话、广东话。我学緊广东话，いいですか？学。第二，識の意味は、できる。大体同じ意味。我識游水，我識游水。So, 游水，の意味は、泳ぎ。泳ぎます。泳ぐ。水泳。そう、我識游水。水泳ができる。そう、我識游水。我識游水。ケーキを作ることができる。我識、整蛋糕。我識整蛋糕。So, 蛋糕ケーキ。整。作る。So, 我識整蛋糕。ケーキを作ることが、できる。我識。And then, something, something. いいですか？ So, 識。我識英文。我識英文。英語ができる。我識英文。我識广东话。広東語ができる。もし、広東語が少ししかできません。我識少少广东话。So, 少少の意味は、少し、少し。So, 我識少少广东话。我識少少广东话。日本語が少ししかできません。我識少少日文。我識少少日文。もし英語が、できません。我唔識英文。我唔識英文。So, できません。唔識。So, できます。できる。識。いいですか？はい。次。聽の意味は、聞く。音楽を、聞く。音楽を、聞くのが、好き。我中意聽音楽。我中意聽音樂。音楽。音樂。So, 中意。好きです。So, 中意。我中意聽音樂。So, 音楽を
聞くのが好き。我中意听音乐。そう、听。うん。そう、聞こえる？聞こえる？听唔听到啊？听唔听到啊？聞こえる？聞こえません。听唔到？听唔到？聞こえません。听到？聞こえる？聞こえます。听到？はい、もう一回。聞こえる？听唔听到啊？听唔听到啊？はい。聞こえる。はい、听到、听到。いや、聞こえません。听唔到、听唔到。そう、大きい声で、大声啲。大声啲、大きい声で、大声啲。はい。月、講、講。そう、講、の意味は、日本語で言う、言う。そう、マリさんに言う、同マリ講、同マリ講、そう、言います、講、講。お母さんに言った、同マミ講咗。同媽咪講咗，所以言いました。講咗，所以咗，を使って、past tense、もう、した、もうしたの意味ね、言いました。講咗、講咗、お母さんに言いました。同媽咪講咗，同媽媽講咗，所以言いました。そう、また、言わない。また言わないね。仲未講，仲未講。そう、仲未講，未，また仲未講，仲未講。そう，講，講。いいですか？最後、搵、搵。そう、搵の意味は、探す、探す。我搵緊、呢件衫。我搵緊呢件衫。そう、呢件衫の意味は、この、服、この服、そう、我揾緊、そう、揾緊の意味は探しています。そう、今の、アクション、そう、我揾緊呢件衫、この服を探している、この服を探している、我揾緊呢件衫。どこですか？どこですか？例えば、この写真、この服、我揾緊呢件衫、我揾緊呢件衫、この服を、探している、我揾緊呢件衫、この人を探している、我揾緊呢個人、この人、呢個人、呢個人。いいですか？はい。そう、今日の授業は以上です。はい、もし、問題があったら、コメントで、聞いてください。はい、今日の、動画を見てくれてありがとうございます。また次の、授業で会いましょう。じゃあねー、はっしーちょきん、バイバイ。